薬害もなしで、配送ボタンは基本ホストのみが押していいものとしますが、バグ等で発生した場合も同意でお願いします。一旦配送して仕切り直しましょう。あと質問補足あれば準備完了外してどうぞ。なければ始めます。4番さん何かありますか？ああ、ごめんなさい。はい、では誹謗中傷暴言なく楽しくやりましょう。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は、人狼です。夜が更けました。人狼に気をつけて、人狼の行ってください。お願いします。はい、お願いします。なんか出ますけますか？あ、どうしましょう。うん、何でもいいっすよ。はい、わかりました。ということで、何でもいいですよ、だから出ないわ。ああ、マジにやんの？やんなくていいけど、何？霊能で出ていいの？本当に。霊能で出る？それ、進路やる？進路やる？空気感でいくよ。昨夜は誰も死にませんでした。何でもやる？やっていいならやるよ。発言ターンに入ります。4番のプレイヤーが発言します。うんうん、はい。自分からですか。この位置は嫌いですね。はい。まあ、人の話聞かないと自分は喋れないので、あんまり嫌だったんですがね。なんか喋ろうかな。まあでも、なんだ？役とかに関しては出方は問いませんが、自分は。はい。別に好きにすればいいと思います。はい。ヒレの日占いは、一旦透かしておきますね。まあ、どんな場面になるか、気になったところは必ず上げて、まあ、2周目、はい、この位置なんで、できる限り、はい、やりますんで、1周目の自分は、こんな感じで、はい、そう叩きになることを覚悟してます。5番のプレイヤーが発言します。ございます。4番さんに関しては、一番最初の発言で、嫌だな、嫌いだなって、トップバッター、嫌いだなっていう発言して、で、一旦、私はその一旦っていう言葉だけが気になった。別に4番さんが飛躍を透かしたからって、4番さんがトップバッター嫌だからって言ったって、別に4番釣りたい、怪しい、釣り殺したいっては私はならないから、4番さんの2周目の考察を聞きたいかな。そこで4番さんが4番さんが白いかどうか、人狼っぽいかどうかを判断させてくださいって思ってます。かね。その私は4番さんが、一旦飛躍を、比例の日占いを透かしときますって言ったら、その一旦っていう言葉だけが気になってますっていう感じです。はい。ただ、その位置でそうやって発言して、総叩きになれるのを覚悟してますって言って発言切ってるんで、発言自体はあんまり狼っぽくない、生存意欲がないって思ってます。現状は。6番のプレイヤーが発言します。まあ、揚げ足取りゲームだから、まあ、一旦をどう取るかっていうのは、まあ、5番の好き勝手だと思ってるけど、まあ、4番が狼だった場合って結構自分の首を絞めてる構図だと思ってるから、役に関しては好きに動いていって言って、4番の位置出られた時って4番の考察が鈍ると思ってるから、5番と同じ精査で4番って、まあ、人狼っぽくはないなと思ってるけど、人狼だったらめちゃめちゃありがたいなっていう精査になってしまいますね。だから、5番の4番の見方はめちゃめちゃいいと思ってるから、4号で比べた場合、5番の方が白いかなって思ってるぐらいですかね。一旦って多分、揚げ足取りだから、まあそこをつつくのはどうかなって思ったけど、って思いましたかね。まああとはそんぐらいかな。取れる要素としてはそんぐらいかな。4番の発言は注視して聞きたいと思ってるけど、5番と同じ精査で、人狼だったら、なんか HP 少なそうだなって思ってるから、4番狼だったらラッキーぐらいですかね。はい、以上。7番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。占い師です。ランダムで1番さんが白でした。そうですね、まあ4番さんへのツッコミが続いてるんですけど、確かに一旦っていう言葉と、あとは進行論が特にないっていうのから、占いで対抗出られたらちょっとややこしいなというふうにだけは思ってますね。まあ対抗出たら対抗出たら人外なんですけど、ああいうふうなことを言うことによって、なんかこう、なんかの対抗に出たことに、出た、
正当性が担保されるんですよね。まあ、そこはちょっと怖いなっていうところは思ってますね。そうだとしたら人狼、狼もあり得るのかなっていうふうな感じですね。5番さんと6番さんは、うん、まあ、別に怪しく見えなかったです。1周目。はい。1周目全然怪しく見えなかったでした。すごくいいなって思ってましたね。4番さんがもし何らかの役職で出ないんであればすごくいいなって僕は思います。以上です。8番のプレイヤーが発言します。うん。6番でいいんじゃないですか。うん。5番っていうのは白いっすよ。5番、9番基本的にはちょっと取りませんよ。こんにちは。だってね、統計取ればそうなんです。データ上はね、男性の方の人狼率が高いんだから。女性の方が少ないんだから。うん。だからね、確率的には男性の方から釣るべきだから。女性っていうのは初日残して、白露と同じですよ。男性が SG 値ですよ。SG 値を釣れば勝てるんですよ、このゲーム。白露っていうのは占えばいいんですよ。女性っていうのは占い位置みたいなもんなんですよ。だからまず省く。そして、2日目以降ね、白露出たら私5番、9番釣りますよ。私、狼釣りたいですから。私は決してね、5番、9番がね、可愛いからとかね、大好きだから釣りたくないじゃないんですよ。ドライですよ。人狼させて勝つためですよ。ドライで勝つために、まず、可能性が高い方から釣っていく。統計学上はそう出てます。でね、5番さんは白かったのに、それをね、食べようと思っている狼にしか私見えませんね。6番さんを。うん。9番のプレイヤーが発言します。はい。ムナビット陣営です。お願いします。八幡さん騎士ってことですよね。まあ、八幡さんいる限り、私と小田さんは、今日は生き残れるってことでいいのかな。なんか、すごい嬉しいんだけど、八幡さんの言ってることめちゃめちゃ、おかしいこと言ってるから、うん。私村だからありがたいんだけど、もしかして五番さん人外だったら、やばいなって思うかな。ただ自分が生きてるっていうのはすごい、嬉しいから。ありがとう、八番さん。って感じかな。でも私正直、とりあえず、とりあえずは普通に引っかかったんだけどな。なんか HP 少ないっていう考察する人もいるから、そうやってね、白くなる人もいるんだよね。村がそういう雰囲気作っちゃうって感じかな。怪しいところはね、釣った方がいいと思うけど。1番のプレイヤーが発言します。じゃあ結局9番さんはどうしたい。5番6番が4番さんを、あの時点でああいうこと言ってるのはヘイト買うから狼っぽくないっていう政策があんまり良くないと思いますよ。僕はシンプルにやっぱり4番さんってだって一旦だかどうなんか知らんが飛躍をすかせ、これから殴られるのを覚悟していますって。村人陣営だったらその発言いりますか？いらないですよね。普通に釣りたい位置だとは思わないんですか皆さん。5、6番さんが。うまーくそれを4番さんにヘイトを受けないようにしている姿勢に見えますけど僕は。特に6番さん。5番さんって4番さんの HP が低い。じゃあ6番さんは釣りたいんですか4番さんを。でもあんま大っぱ神っぽく見えない。で、5番さんの精査はいいんだけど、一旦ってとこが引っかかるっていうのは僕は引っかからなかったので5番さんそこを殴るのはどうかなって言って5番さんをフラットに戻す姿勢がすごい怪しいんですが、はい、以上です。2番のプレイヤーが発言します。はい、2番占い師4白っすね。4に白が刺さってます。あー、なんでだろう。6番になんか何もあれって思わなかったのかな。5が印象いいと言いながらやっぱちょっと叩いてんだよ。いやあ、揚げ足取りだからなぁ、つって。あ、だから、それ、なんか気にならないのかなって。フォローしながら叩いてる。白く見ながら黒く見てるみたいな、と思ってるかな。まあ、今のところ7が何で見えるかは実はわかんないけど。1も特段と9に引っかかる様子はすぐわかるから。色が落ちてるわけでもないかな。かな、今のところは。8番は大物騎士だと思ってるけど、もうちょっと、ね、村になる進行を押してくれたらすごいいいなと。以上です。3番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。しようないです。8番さんね、俺も騎士って言ったかなと思ってよくよく考えたんだけど、前後の文脈から消してって言ったんだと思う。多分決して5級を釣らない
みたいな多分発言をした、その消し手が騎士に聞こえたんじゃないかなと思う。はい。八幡さんが言ってる論って、ただプレイヤー数の違いじゃない？男性プレイヤーの方が圧倒的に多いから、女性の人狼率が低いだけなんじゃないかなと思って聞いてましたけど。はい。グレーの中で圧倒的に気になってるのは、まあ僕も同意見6番さんですね。5番さんが4番さんのその一端っていう言葉に引っかかっているところに疑問を持ちながら5番さんが白いっていう論が分かんなかったんで。はい。でね、占いの真偽に関してはね、7番さんが、4番さんのその2周目、今言った潜伏をちょっと警戒してたんだよね。7が陣がやったら4叩けばいいと思ってるから、7芯もあるかなと思ってる。4番のプレイヤーが発言します。はい。あ、8番さん騎士なんだ。ごめんなさいね。7人が占い師、で、白先もう一回貼ってもらっていいですか？ごめんなさい。7が1っての1だよね。7は1だったかな。例の、あ、そこね。はい。7、1。あ、俺は4ね。騎士です。私が。2、1、2番面ですね。8番さんが7なのかは知りません。正直、まあ、ああいった話をしたら、俺にしろって打ちにくいんだよね、人外。っていうのが、ごめんなさい。自分の統計ですが。まあ、俺のね、したかったことは7番さんがね、すごい、ザ・人外として喋ってるなとは思っちゃったんで、正直7の方がね、偽っぽいんだが、わからんよ。それはね、2週目聞いてごめんなさいね。俺の話なんで。8番さんが7なのか、わかんないけど、アーマーとか俺は正直いらないと思ってるし、そのまま語ってくれるなら、212で、72が進路だったらすごい強いけどね、って思っています。はい。グレーだと、俺は6番さんそこまでだな。俺9番さんの方が、気になったかな。結局、俺が釣りたいのかな。怪しいと思うとこは釣るべきだって。まあ、HP 少ない精査したくない。逆理論みたいな感じかな。はい。まあ、しっかり俺を釣りたいって当世はまだ意見としては分かったが、はっきりしなかったのは9番さん。1番さんはまあ、気になるところが全部あったのかな。それを言ったまでかな。一番さんまあ、全部気になったってことなのかなって聞いたんですよ。まあいいや。占5番のプレイヤーが発言します。7、7、3番なんだ。4番さんがもし新騎士なんだったら、じゃあなんで8番さんが騎士、ちょっとした時に、あ、8番さん騎士なんだって一旦4番さん飲み込んだんですかね。私が新騎士だった場合は、いやいや、僕が騎士なんですけど、2番役持ってんだの。7と9から7、9役ないなっていう。どこのランページにするかは3番さんが言ってほしいかなと思ってるかな。せっかく霊能一角してるんだったら、2、7で新つけて、見せっぽいのっていうのもありかなと思って。まさか3番が霊能と思わねえよ。で強靭で使用してたら場合結構センスないなって思ってるんで、難しいなって思ってますね。正直ただ1番さんが結構白かったんで、もし7番さんが7番さんが進化強靭だった場合で1白って言ってて、今2番まで人狼が誰も出ないっていうことってあるのかなって思うんで、難しいな。難しいっすね。でもなんか役から行きたいかな、私的には。8番さんも8番さんで結構謎理論だったんで、4か8もしくは2か7の択で3番さんどっちって言ってね、こことここの欄にしますって。私ね、6と7、あ、1番さんのはいいと思ってるんだけど、9と6だったら9番さんの方が若干ポイントいいなって思ったポイントが高くって、8番が女は釣らなくていいよって言ってて、でも9番で、5番がもし狼だったら危ないよねって言ってたから、9番が狼だった場合って私の白が分かってるから、そういう発言ってあんま自然に出ないんじゃないかなって思ってるから、グレーだったら6の方が気になる。6番のプレイヤーが発言します。はい。基本的に3番の主張が正しいと思ってます。8って決してって言ってるから、騎士ではないと思ってるから、騎士をあの時点でしてないと思ってるし、8番の精査ってクソ雑だし、8番時点でじゃあ、2周目聞くけど7と2の精査をしてくださいね。5番視点で4番の騎士を、2戦目で見るのであれば、普通に2番釣りじゃないですか。4番陣外で、5番視点で、騎士で新居が出る場合ってナンセンスだった場合って、2、7でどっちかが狼。もしくは、4を疑う視点だったら2落としが静寂なんですか、じゃないですか、5番視点で。って思いました。俺、騎士8番は真ないと思ってますけどね。決してピテっていう発言で3番が、8番を保護してくれた人物なのに、8番って騎士をするんですか。
って思いました。俺も基本的に決してって聞こえてたから、8番は騎士 CO を自称してないと思ってますね。はい、そんぐらいかな。まあ、釣り位置に関しては、27だった場合は、3番に合わせ、騎士だったら8番に強く釣り誘導したいですかね。5番の、4番の対する違和感って、だったら5番視点で2番釣ればよくないって思ったから、5番は少し浮上しましたぐらいですかね。9番と1番。9番はただただ安堵してる人物。1番に関しては6番に疑問視を抱いてる人物だけど、多分疑問視に関しては、説明できるけど、時間ないから、まあ、明日生きてたらしよっかなぐらいですかね。はい。まあ、そんぐらい。8番って必ず27の精査してる。7番のプレイヤーが発言します。そうですね。まあ、5番さん、結構どこともラインつなげに行ってはないんですよ。4番さん、まあ、でも、8番さん一応チャットで騎士行ってるんで、僕はですね、騎士審議ついてないので、4番さん明確に僕を、偽だと思うって言ってきたので、まあ、人外が4番さんに白打ちって全然できると思うんですよね。一周目で怪しかったとしても。なので、もし4番さんが狼だった場合で相方にっていうのは全然成立するんですが、もし4番、騎士に強人だった場合、2が狼だった場合は、9、5、6、そうですね。どっちかというと、5番さんの方が立ち回り的に、発言内容的にも、ちょっと触れてくれなかったんで、占いに。ちょっと2、5を僕は怪しく見てると。いうことだけ残しておきます。以上です。8番のプレイヤーが発言します。6、4か4、2にしか見えないんで、僕2番に行きますよ。4番がどうして、例え人外なんだけど、強人だとしてどうして2と7の精査がつくんだろうっていう。不思議な1点があるんで、狼の可能性があると、6、4か2、4しか見えないんで、2番に行かざるを得ない、自分視点は。占いならば、騎士ならば4番。出方として、すぐ引き使用するべきで、本当に騎士を持ってるならば。私はもうね、ほぼほぼ透けてるからね、出ないとね、まずいなと思ってね。このままいつ、黙ったままやってて噛まれてね、乗っ取られたらまずいんでね。ということでね、早めに出ました。霊能が出てなかったし。うん、そういうことです。はい。わからないけど、4番が7を押してるっていうことであれば、私2番に行かないと、なんで4番が7番の偽がわかるんだろうっていう、不思議なんだよね。うん、強人だとしてなんでわかるの7番と2番の精査がつくのっていうのがわからない。それ読み解くなら24なのか、64なのかっていうのが見えるんで、2番に行かざるを得ないんで、あ、クロスするなら指示出してもらってね、霊能を守りたいですけどもね、2番の色見て、何色かによって、4番の色って推測できるのかな。白だったら7番の黒とか白も追わなきゃいけなくなってくるし、2番ローだったら、いろいろ4番の色が、いろいろ見えてくると思うんで、そうじゃないとなぜ4番が7番を釣り押してるのかがちょっと解明できないんでね、3番に任せますよ。基本、噛まれてもいいんだったら、4番が指定すればいいけど、残った7番僕は守りますけども、ただ、基本3番守りでいいですけど、指定してください。はい。9番のプレイヤーが発言します。はい、そうね。4番さんの反応は確かにおかしかったよ。8騎士なんだって。普通におかしくないと思って、だから5番さんの的確なツッコミが、ほんとそうだよなって。なんで誰もそれ言わないんだろうって。6、7。まあ、8はね、はい。ごめん、10% 来ちゃった。そうそう、だから、今日は占いにしましょう。6、2、どっちか。で、8番さんが3守りで、4番さん余った占い師守る。それで、2日間は占い結果、2回乗せれるわけで、色も見れるわけだから、あ、占いは1か。1結果と、霊能1結果あるわけだから、うん。普通に騎士は4が偽な偽だと思ってるから、8は3守りでいいと思うし、4が余った方でいいんじゃない？占い精査は、ちょっとまだ私わかんないから、2の発言も聞いて、って感じかな。絶対これ占い釣りだからね。騎士行きたいって言ってる人、
なんか大丈夫って思っちゃったんだけど。うん。誰もなんか、ちゃんと言わないから、私がちゃんと言うけど、これ絶対、占い釣りなんで、それだけは守ってて、6人どっちか入れましょう。はい。じゃあ、そんな感じで、いきますか。1番のプレイヤーが発言します。リバーさん怪しいですね。なんであなたの立場でクロスを指定できるんですか、あなたが。3番さんに任せなさいよ。なんであなたがクロスを提示できるんですか。騎士釣りは絶対ないと否定している。騎士に人狼が、相方が出ていてそこを釣られたくないから精一杯今粘ったんでしょうか。誰も騎士釣り進行なんて言ってないです。3番さんが言ったランの提示に任せますと言ってます、皆さん。キバさん怪しいですね。はい。ねえ。4番さんの偽でも透けてるんでしょうか、相方でも。4番さんって強人は絶対ないかなって思うのが、2周目の2番さんのと7番さんの発言を聞かずとして、7番さんのが人外奇襲するっつって7番さんに行こうとしてるっていう姿勢が強人だったらあの時点で明言でき、決めてるもんなのかって思うところ。なので、もしかしたら2番強人、4番狼で囲われていて、7番芯が絶対透けてるから7番に断固として行こうという姿勢を見せている人狼ってのも4番さん全然あると思いますね。はい。まあ5番さんが白いかなぐらいですね、現状。6番さんに関しては、3番さんのその8番の決して発言がどうこう、8番さんの2周目で8番さん自身の口から何も明言されてない段階で、なぜ3番さんの言葉を私も決してって聞こえたのでっていうのを鵜呑みにし、なんかそこの様子も結構加味しつつ8番を2000に見たのか。まあ8番って確かに1周目ね、結構変な考察してたから、全然新目はない発言だと捉えられるんですけど。まあ前の試合はね、って感じが僕は言えるとことか。2番の話ちょっと組み取ってほしかったわ、はい、俺のムーブで。2番。強靭で、霊能が隠れてる可能性があるって組み取ってほしかった。ってか、そもそも3日目噛まなかったら、シングル内噛まなかったらもう負けじゃん、絶対。つか、俺、7つってさ、色味でさ、3番がさ、で俺8打ないよさ、4はあってもマックス強だから、で8はローだったらさ、あ、黒でさ、8落とせばいい話だしって、そういうわけにもいかない。まあまあまあ、白出たら意味はない。まあ、でも、なあ、どうしようかな。まあ、大体占い師は決めてるんだけど、占い師は決めてるっていうか、もう言うけど、絶対、今日グレー髪入んないから、絶対に9占うから、普通に。わけがない。もう一番で言ってる通り、通りもこれ以上触れないけど。あーと思ってて、8は、誰か言ってたけど、なんか言葉のあれがどうこう、騎士がどうこうとか言ってたけど、そういうことじゃなくて、ムーブ的に俺は騎士かなって思った。8番。そう。なのに、8番は、4が7に行くって言ってんなら、俺は2に行こうかなって。いや、それは違うんじゃないのかな。どう思ってるかな、普通に。自分の思った通り投票すればいいんじゃないのかな。ああつか、4がさ、9も4と、まあ、いっか。もういいよ。それ、2日目の話は。あ、話せないかもしれない。3番のプレイヤーが発言します。僕が決めていいの？みんな文句言わない？僕決めるんだったら今日4釣り一択なんですけど。はい。で、8番さんが3護衛して、3が噛まれたら8偽で8と8釣りはいいし、占い神が起これば別に釣り切る縄が増えるだけだから、それでいいと思ってるんだけど、グレーはもう96だけ精査すればいいかなと思ってるっていうか、まあむしろ4番地釣り切って9釣り終わるんじゃないかぐらい思ってるんで、いいっすか、それで。すいません。212はまあ、占いからがセオリーっていうか、まあ、ね、割と多い意見だっていうのはわかるんですけど、みんながみんな3人合わせるって言いながら、ほぼ占いから行きたいっていう発言の騎士自身も、ね、48の騎士自身もグレーからもほぼほぼその意見なんで、まあ、騎士が新郎、占いが新教の可能性が高いわけでしょ。ただ自爆攻撃使わなくていいっすわな。別に強人が騎士に出ないとかいう先入観ではなく発言もろもろ聞いて、ね。1でも噛んできます ?5 でも噛んできます ?27 噛みします?4が2000までつけるんだから、超高速ピピ狙います?中身が入るんでしょ。うん。
あんま噛まないですよ、私。だけ白で、はい、5番さんはみんな発言しろいと思ってるんだったら。だってもう、こんなね、スーパーレーンいないからもう、ありがとう。人外にとっても。こんな感じです。いいですか？4番さん死んだから。ごめんね。4番にとってもまさにもう、絶望だよな。まあ、発言したんでね。1周目の発言は、まあ、そうた時に会うんでしょうねっていうか、なんか跳ね返す力を持ってんだろうなって、なんとなく思ってたんだけど。まあ、まあ悪くないよ。ここだったらしょうがないよ、ね。どうしよう。6と相談。聞いちゃうと6もイメージして。なっちゃいました。自爆攻撃も使って、みんなが蹴散らす方法もあるけど。間違ってたらごめんよ。6に黒出したやつを釣ればいいからね。あ、違う。危ねえ。その歌危ねえ。俺、マジでやらかすとこだったわ。どうする？ 1 分、6もイメージして、どこ噛むか。3噛みで自爆攻撃使ってもいいけど、27で新っぽい方噛む方法もある。1、だるいから噛むっていう方法もある。5とか1とか、グレー噛むか。よし。ありがとうございました。投票が終了しました。どっちが死ん？追放されるプレイヤーは、4番の遺言を発表してください。ひどい。どこが、失言と捉えられたのかな？そこ騎士なの？別に、言葉少なかったかな。そこ騎士なの別に語るならいいけど、俺が騎士なんだけどって、そこの間が長かったからダメか。はい。すごく弱いムーブだよ。ごめんね。3番にとっては、ピンつったからね。これで3が噛まれて、8が別に7死んだと思ったから、7も持ったとか、ピースかプースか言ったら、と、通用しちゃうんだから。3番さん。俺がいくら偽で見えても、せめて占いを、じゃない？かなって俺は思ったんだけど。7が俺入れるのも、全くもって、どこ占うの？俺がローだと思って、白出たとこ考えてる。まあ、3を噛むんでしょうね。いやー、あれが失言と捉えられたら俺は申し訳ないが、うん。まあ、5が言ったことに9が乗ったとか、俺目線そうやって見えちゃうから、俺からの情報ってのは9が怪しいしか残せないんだよ。もうこれで9が狼だったら別にいいけどね。9が狼だったら別に3が噛まれても2の占い結果が残って、そう白だったらまあ知らんけど、はい。まあいろいろと考えなきゃいけないですが、5とかに狼いたらもう勝てない。100% 勝てない世界だと思ってるんで、まあ、はい。すごく弱い進行を取っちゃいました。3番さんはなんか隠してたけど、俺のそこ騎士がのところが出現。あの発言しちゃったらって、そこが失言だと思ったのかな。だとしたらごめんけど、合わないわ。夜が更けました。人狼の方。どうします？ 7 に噛みます？俺自爆使って。で、これ多分占い構えときついっすね。うん。じゃあ、7に選んでください。うん。で、俺最悪自爆使って、2番の結果出る前にやるんで。そうすると、俺黒なんで6番白くなるから。うん。どっちも消しますか。ほい。うん。昨夜は1名の方が亡くなりました。7、8番のプレイヤーが発言します。すいません、4番狂人でしょ？で、7番噛まれてんだから、地神って普通は追わないから、7死んで2番いきます。だから2番ない方が29、25、26にいるっていうことで。うん、そこです。あー、2ローか。2番。4番狂人だったんか。7の方が新要素があったからってことか。あ、今日2番に行きます。はい。私2番行きます。で、7がほぼほぼ地紙ないでしょ。17でこんな攻めしたら、まあ追えないわ。2番ロー、2番行きます。はい。9番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、霊能がね、めちゃめちゃ弱い進行を取ったんで、もう本もね、やる気なくなってんですよ。てか、私6が占いだと思ってたんだけど。6が占いだと思って6に入れてんだけど、7が死んだの？ 7 が占いだったってこと？ちょっと待って、私占い先も
ちょっと把握してないよ。やばいな。7が4しろ？ごめん、私真面目でマーク消えちゃったんだよね。10% のマーク。10% のやつ来て。占い値をね、マジで忘れちゃった。しかも私、6が占いだって思って。6のところにさ、占いマークついてんだよね、これ。なんでだろう。2はついてないのに、6についてんだよ、ずっと。マジわからん。うん、騎士釣ったんなら8釣る。あ、でも7が、占いで噛まれてるなら2行くしかないのかな。1番のプレイヤーが発言します。いや、もう2なんて明日どうせ噛まれないんだから今日8でいいんだよ。今日8番さんの大した考察を落とさなかったしね。はい。252629になる。7の字が見合わないので1は白になるっていうくらいの発言を落としたわけでしょ。8でいいんだよ。で、2が明日どこにね、白だか黒だかをね、落とすことによってまた精査ができる話でもなるの。9番は今日終始ずっと6が占い使用してるかと思ったことを勘違いして6に入れてたっていう弁明ばっかしかしてない。精査不能ですね、9番さんに関しては今日。はい。って感じです。まあ、98とかも全然あるんじゃないですか。9番さんが8番さんを3番守りしってして、謎の指定とかも入ったし、94とも取れるラインだったんで、もそれも。6番さんに関しては昨日まだ2週分しか聞いてないので、今日情報更新がないですが、なんだっけな。昨日言った要素。あ、8番に対しての要素か。まあ、6番っていうのはでもしかし、8番狼だった時に、もう8番さんに釣り誘導したいレベルでっていう発言を残しているので、まあ、6、8はちょっと見にくいかなというのはありますね。あ、ちなみに2番さんの方が占いを見せたいと思ってて、2番さんは昨日の時点で、7番さんの白崎である僕に占いを飛ばす姿勢もなく、発言すらも9番に占うって明言する時点で、あ、もうこの人ダメだなって思いました。はい。って感じですね。今日8釣ります。2番のプレイヤーが発言します。はい、8釣ります。なんで明言するのがダメなんだろう。俺には分かんないんだけど。お前今までそうやってきたんだから。なんでダメなのかを説明してから教えてよ。そういうことね。今思ったのは、いや、一番が昨日言った、二強四ローどっかローみたいな話をしてたと思うんだけど、一番が。そっからヒント得た、ヒント得たって言い方もあれだけど、そう考えた場合っていうのは、7強1ロー、グレーに1ローか、8か。1、8ローでやってて、7強だった場合っていうのは、7がんときは、とりあえず俺は釣れる。そういうことなんじゃないのかな。っていうのは、ちょっと追ってるかな。とりあえず8落として。色は見えないけど。絶対1占ないけどね。今日も言うよ。それは嫌いなんだろうけど。だってさ、俺は9占うってさ、まあ、グレー絶対噛まれないんだから、どう考えたって。ね ?9 占いますってさ、9の色白で出ました。1は絶対占われないんだよ。したら7噛むやつ、とりあえず。3番のプレイヤーが発言します。まあ、2番さんが偽だとは思っているけど、8が3守りって指定されている中で、ね。あなたが死んで9を占うっつって9番さんが村だった場合って9噛まれてあなたの占い結果無駄になりますよっていうことだけですね。はい。まあ、分かってないんでしょうけど。分かってないのか分かっててわざと言ってるのか知りませんけど。今日は8番さん釣り一択ですね。はい。人狼が身分の開示を選択しました。Thank you.
昨夜は1名の方が亡くなりました。3、5番のプレイヤーが発言します。どうします？4新吉し、8が人狼ってなってて、8が人狼だった場合、27は新狂になるのはわかるんだけど、安定進行が好きなのと、2番視点で1を疑うのっておかしいと思ってて、4に白が出ていて、で1が人狼だった場合の7カムメリットってもうこれ6のセンスだね。2をカムっていうプランもあるし、3カムプランで1占う明言してるから、だから6視点占いが飛ばないからね。おかしいと思ってるから、安定で偽だと思ってる2から釣ってっていうのでもありなんじゃないかなって思ってるけど、で明日1番さんがこの3人を精査するゲームになるんじゃない？かまれちゃうかもしれないけど、それでいいと思ってますよ。6番のプレイヤーが発言します。はい、実施点は2番の真偽を深めればいいと思ってて、2番で終わらなかった場合、2番が真か偽かを深めればいいと思ってる。2番が真か凶ね、終わらなかった場合に2番釣りで、8番と4番を精査した場合って、8番って意味不明な発言で終わり、号泣が釣り位置じゃない、男陣営を釣るっていう発言を伸ばしてるから、普通に騎士で回避した陣外だと思ってるから、8に強く釣り誘導したんですけどね。4の芯が高いとかじゃなく、8番のやってる行動が陣外りでしかないから、8番が偽でしかないっていう主張を唱えただけなんですけど、よくわかってないから、9番が例えば8、9ロールだった場合って、2番の占いって9番に飛ばすって言ってるから、多分9番だった場合、2番を噛むんじゃないかなっていう、なんか、裏推理をしてしまうのと、なんか9番自身の発言があざといなって思うんですよね。だから、実施点は2番の精査すればいいと思ってるけど、2番で終わんなかった場合って、2番って、強人だった場合多分3白とか打った方が多分強いと思ってる。なおかつ今日1黒取った方が強いと思ってるから、まあ、2番の発言聞いたからだけど、2番ってだって、4番スタートだから、2番強人視点だった場合って、3番に占い、を飛ばすべきだと思ってるから、2番は割と死んじゃねえかなと思ってんだよな。まあ、そんぐらい。一応2、8ローローもケアで2番に入れますけど、2番の発言聞いてからかなと思ってます。それによって5番と9番でめちゃめちゃ精査が変わってくるかなと思ってます。9番のプレイヤーが発言します。はい、なんかごめんなさいね。私ずっとさ、6番さんにさ、占いマッチ見てんだけど、占い師じゃないってことだよね。ちょっと足の先も把握してないからさ。ただ足思うのは、なんだっけ。7が、噛まれたら2って噛まれるんじゃないって思うけどね。じゃ、だからさ、2って絶対釣り位置になるじゃん。だからさ、どうしようかな。私釣ってくんない今日、2の芯にかけて。もう把握してないもんって聞いてなかったし、話さんがさ、なんだっけ、騎士から行きたいみたいな感じ、私もすごい黒いみたいなこと言うからさ、聞いてなかったんだよね、そこから。占いもさ、全部消えちゃったしさ、6のとこに占いついてんだけど、二の芯にかけて自分知って。1番のプレイヤーが発言します。結論5番で終わるかなって感じですね。28狼じゃないかった。28狼のケアでもちろん2枚いくんですけど、終わんなかったら5番かなって感じですね。はい。明日は隠し狼の僕が噛まれるか、あえて残されるかは分かりませんが、したら5、6級の殴り合いになるんですけど、僕は死んだ時のケアのために遺言で5番さんで終わるかなって感じ。6番が8番を強く釣り誘導する構図。8番が開示、狼開示しておくれたおかげで、4、8の新居、2、7の新郎とか追わずに済んだので、8番が狼開示したことにより、6、8は見えないっていうのは昨日落とした通りで、6番が8番を釣り誘導し、霊能が8番釣りに持ってった場合って、4の芯が確定し、まあいいや。まあその話はいいや。とりあえず6、8が見えないっていうのと、今日の発言で。9番って、これってベグ神なんですよ。2、7って7番噛まれた時点で、つまり。で9番って、2番が9番占いを明言している人物だから、9番って2番の新
9番狼やった時って2番の新占いケアで2番噛むかなっていうのは普通に思うので、そうなるとやっぱ5番かなって感じですね。はい。今日は2に行って、明日僕が生きてる場合は現状を胸5番に行きたくて、僕が死んでる場合はこれを遺言として残しておきます。はい。まあ間違ってたらごめんなんだけど、僕は今自分の中の結論はそんな感じです。はい。まあ9番さんに1個言っとくと、9番さんの今の姿勢はでも気に食わないですね。私釣ってくんない、把握漏れもしてたしみたいな姿勢は気に食わないです。以上です。2番いきます。2番のプレイヤーが発言します。いや、俺も率直に、一白なんだけど、一占わない、占うのっておかしくないとか、まあ、言ってるけど、いいんじゃね？俺で、さ、一がパンダになる可能性もあるわけだし、裏目線。もうさ、とにかく言わないでくれ、もう、ストレスなんだよ、占いし。ほんとに。誰が、あれが、ああだこだ、文句言うんだから。って思ってるけど。あなた占っときゃよかったですかって話になるけど、まあ、いいわ、そんなのいいわ。普通に、俺も5で黒が落ちると思ってるんで、まあ、最悪今日5を釣ってほしいんだけど、それが、裏目線危険だと思うなら、これから釣っててもいいけど、俺は絶対5で落ちると思ってる。そういう。でさ、まあまあ、いいか。白崎の9番、触れたくないけど、頑張ってよ、あなた。裏目線っていうのは、いいか。まあいいわ。もう話して何にも、いやー、ありがとうございます。俺、ロー、やめてよ。いや、普通に、7強だよ。28やってたら終わりでしょ。うん、ないかな。まあ、急のフィーリング的には、さっきまで遊んでたギャルと、雰囲気似てんなと思いました。以上です。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは2番、2番の遺言を発表してください。ねえ、まあ終わんないか、終わんないって踏んであれか、つってんのか。あ、もうストレスなんだよな、普通に。嫌な感じだよな。だって、こうなる構図っていうのはあるから、7噛んでるんでしょ？ねえ、いや、なんつう、いや、普通にさ、俺の目線立ってみたらわかると思うんだけどさ、7が1さ、7強が1ローを囲えてた場合っていうのは、俺の芯がわかるわけ。で、俺は9を占うって明言してるから、1はとりあえず7を噛む。まあ、1ローじゃなかったけどね、結局。7を噛むわけ。したら絶対俺のところに釣り縄が来て、偽な偽だって、まあ偽っぽいかもしんないけどさ、偽な偽だって言った時はこうやって釣られるわけだから、真の決め打ちなんかどうせしないんだから。それは一裏なのでしょう。わかんないのかな。もう。夜が更けました。人狼に気をつけてください。あ、これはもうね、9番だからね。消えるのは9番だからね。わからない！ 1 残しの方がまだいいんじゃねえかなっていうぐらい。9紙で1残しの方がまだいいんじゃねえかなっていうぐらい。9番だからね、もう多分ね、予想がつきません。夜。はい。6に行く可能性もあるし、5に行く可能性もあるし、自分投票する可能性もあるから、もう無理っす。はい、これは読めない。もう6の腕次第。9の運にかけるしかない。発言します。難しいな。9番さんは、ああいう発言をしてしまうと、私は、9番さんが何者かわからないから、ああいうことされると9番さん強靭で、新郎新郎なんじゃないかなっていう
可能性も生まれてくるから、なおさら2番さんに投票がなっちゃうから、9番さんはあの発言はしない方がいいし、9番さんが村なのであれば、あ、結果的に、9の狂人とか6の狂人はないわけなんですけど、ああいう発言って絶対にしてはいけないし、9番って5、6の精査をしなきゃいけないんだよね、昨日の段階で。なのにそれをしてくれなかったのが全然ちょっとわかんないし、自投票してるんでしょ。自投票を精査に入れろって、それを白要素で取れっていうのもあんま好きじゃないんだよな。9番さんの白要素だと思うところは、8番が1日目に今日は5と9は釣らなくていいんじゃないかと言った。その発言に対して9番が、あ、8番さんありがとうございますっていうのが、98にはあんまり見えないんだよね。8番さんが結局開示しているわけだから。で、9番さんがもし人狼だった場合って、98で人狼だった場合って、でももしこれって、5番さんの女性が人狼だった場合って危険なんじゃないかなって9が8に言ってるわけだから、あんまり私視点って98に見えないんですよね。だから6なんじゃないか。6は昨日の段階下で2が真になると思うんだよなって言ったんだったら、確定黒って5番なんだから5番釣ればって思ったんですよね。そこまでの発言が出ない6番が黒いと思っているし、9の発言から8、9には見えないと思うので、私は6番さんに行きます。と思ってます。はい。6番。のプレイヤーが発言します。2番視点で2を釣らない進行って何？村視点2番の釣って終わんなかった場合、じゃあ2の進行すればいいっていう視点になるんじゃない ?5 番視点で。5番だって9強陣2、8ロール追ってるんでしょ ?6 番って、2番を釣って2番が進化技を改め、5と9の精査をすればいいって言ってるから5番の殴りって不当ですけど。まあ、基本的にでも5番が人狼で俺は9番に入れてしまいそうですね、なんか。9番が、人狼だったらめちゃめちゃ悔しいから、5番が人狼でも俺は9番に入れようかなと思ってるんですけどね。自投票するメリットもないし、2強人9狼が確定してる場合って、自投票で白くなることもできると思ってるから、まあ、9番人狼がけて9番に入れようかなと思ってますね。1番には申し訳ないけど、俺9番が、なんか9番のやり方特に好きじゃないっすないっすね。5番が人狼でも俺は9番に入れようかなと思ってます。はい、そんぐらい。引っかかったな、5番だけど。2が死んで見えるなら5番に入れろって言うけど、自視点は2を釣って2、8で終わんなかった場合、2の進行を決めればいいって言ってるから、めちゃくちゃだなと思ってます、5番。まあ、そんぐらい。9番に入れようかな。はい、9番。9番のプレイヤーが発言します。いや、ごめんね。私全然聞いてなかったもん。白先も把握してないしさ。1番さんが隠しろってことは、昨日分かった。一番さんの発言ね。だから5、6分かんないんだよね。でも私一応村だから、まあどっちかに言えるわ。まあ私が狼だと思って、勝ちたい。から負けてもいいっていう村は入れればいいんじゃない自分に。いや、だって昨日、だって2番さん釣ってさ、4人になった場合、私絶対釣られるじゃん。みんなうざいうざいって言って私のことは。それも問題じゃない？なんか、やり方が汚いとかさ、6番さんなんか、昨日なんか言ってたか？あざといとかさ、あざといって言われても本当のこと言ってんのがしょうがなくねとか思うけど。うん。まあ、私、村だからどっちかに入れます。まあ、9行くのか。いやー、5番の方が良かったと思うけど。まあ、一残しの方が良かったと思うけど、まあ。はぁ、あ、多分負けだろうな、これ。6釣られて。あ、奇跡が起こった。あ ?9 が 5? 誰が投票権？あ、これ？のプレイヤーが発言します。え、これ投票権誰持ってんの？こういう時って誰？まあ、6じゃん！一番さんがね、次の5に。入れてたんで、まあ、一番さんのね、これ、隠しろの意見を、わからん。聞こうと思って、わかんない。9番がわかんなすぎて、一周回って、6投票権持ってないこれ。勝ちじゃん。私に入れてるんだね。9番が最後までわけわかんなすぎて。5番さん投票放棄。あのね、96でレイアウト4だからなんだけど、投票放棄って普通に。5番の考えは、一般的に正しいんだけど、9番がわけわかんなすぎて、でも9番体感で、俺と6番ってバチバチでやり合ってるから、6ないって思ったのかな。やばくない？
自投票よりやばいでしょ。投票本気、この3人あのね、6級で行くと思ったから。6級でやり合って、そこで話を聞こうと思ったんだよ、5番は。入れませんよ。だけど9番して、まあ多分、うっすら話聞いてると、俺が狼が見えてると、5番がローンに見えちゃうんだよね。5番のプレイヤーが発言します。まあ悪く、ライン切りが成功した。私も6番さんが狼、9番さんが村だった場合も、9番さんに入れるっていう6番さんの気持ちがすごい分かったんで、6番さんには入れないなって思って、で、6が9に入れる、9が5に入れて、5が6に入れた場合って、狼が勝ち確の盤面を作り出してしまうんで、私は投票放棄しました。はい。っていうだけ。6番さんが村だったら嬉しいな。でも、狼でも私は後悔しないです。投票放棄したことに関しても後悔しないです。はい。9番さんに言ってください。うん、9号悪いね。かな。9番さんの言ってること、終始わけわからんし、2日目以降から5、6とか他の政策って全くやってないんで、それだったら私は6番、5番で6番に負けてあげたい。うん、6番さんに勝利をあげたいと思ってるんで、なんかそんなコメント言われるとね。9番さん、さよなら。と脅す。6ロス。だから勝ち目なかった。9番が、6、8に見えないけど、6番が私釣りをして許せんってなったら、あれだったけど、表面上多分、あんまり聞いてなくても、うっすら6と8バトってなってのだけわかるから、っていうことで5番いったんじゃねえかなと思うんだけどな。わかんない。9番がわからすぎたな。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、ゲーム終了。いや、ひどいだろ。いや、もう勝てないですよ、私が6に入れても。6番さんの黒要素を上げようと思った瞬間に8番さんに開示されてしまいました。